皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。まずお詫びをさせてください。今までスティーブン・チュア氏とお呼びしていたのですが、彼の本当の名前はステファン・チュア氏だったようです。今までの文をすべて修正するわけにはいかないので、こちらでお詫びいたします。何卒ご容赦くださいませ。今回はエリア51の内情をさらに詳しく語っていきます。ステファン・チュア氏のインタビュー。エレーナ、他にエリア51で目撃したことについて覚えていることはありますか？何か今までに見たことがないようなものが他にもありましたか？ステファン、はい。記憶が蘇りました。巨大な板状の床が動いて、そこに宇宙船が入っていきました。ある時、私たちが歩いている床の下に、とても大きな宇宙船があるのを見ました。エレーナ、床がスライドして開き、その下に宇宙船が降りていく施設があったのですね。ステファン、そうです。そしてある山から別の山へつながるトンネルがあり、その下にはさらにトンネルがあって、上には建物がありました。建物の下にはたくさんの階があり、私はある場所の地下10階に行ったことがあります。エレーナ、地下では何が行われているのですか？ステファン、兵器の研究や技術など主に機械的なことです。機械的または電気的な、誰も制御できない何かが漂っていました。エレーナ、エイリアンが基地の従業員と一緒に歩き回ったりしていたのでしょうか？ステファン、いいえ。彼ら専用のエリアがありました。人間とエイリアンが交流する、ワーキングエリアと呼ばれる場所はありましたが、それ以外の場所で友達のように接することや、仕事が終わった後のリラックスした雰囲気はありませんでした。彼らは人間にとって危険な存在でしたから、エレーナ、キーリトーカートとマイトラも人間が嫌いなんでしたよね。視聴者の皆さんにも説明していただけますか？マイトラはそこで何をしているのかよくわからないということでしたが、誰も知らないところで人間を誘拐していたと思いますか？ステファン、はい。彼らの移動技術を使えば、誰かを誘拐しても誰にもわかりません。エレーナ、ええ、そうですね。彼らはどのようにして人をテレポートさせると思いますか？ステファン、彼らは人間を誘拐しないという協定を結んでいたと思います。なぜなら彼らが望む何かを作るために、人間の存在が必要だからです。エレーナ、そうですね。あまりひどいことはしなかったのですね。ステファン、私は彼らが重たそうな何かを取引するのを見てきました。人間によって作られた何か重たそうなものが彼らに届けられ、ポータルを通して彼らがそれを持ち去ってしまうのを見ました。エレーナ、キーリトーカートの目的は奴隷として働かせることですか？機械を作らせることですか？彼らがそこにいた主な目的は何だと思いますか？ステファン、私たちに、彼らのために何かを作らせるためだったと思います。そして残念ながら、それは軍事兵器だったと思います。鎧や銃や発射モジュールも作らせていたかもしれません。地球上の戦艦の砲塔のようなものですが、もっと小さい彼ら独自のバージョンを持っていて、彼らの宇宙船に搭載していました。エレーナ、三角形の黒い宇宙船は見ましたか？ステファン、はい。彼らは三角形の宇宙船を持っていました。そしてその宇宙船を地下に置くことにこだわっていました。エレーナ、その三角形の黒い宇宙船はキーリトーカートのものですよね。ステファン、ええ。彼らはそれを地下に置くことを好みました。エレーナ、彼らは人間に彼らの技術を提供したくないので、そこには人間を寄せ付けなかったのですよね。ステファン、そうです。とにかくその宇宙船の周りにエネルギーのようなものが常にあって、人間は宇宙船に近づくことができませんでした。もし人間がその宇宙船に乗る際には、特殊なスーツを着なければなりません。
私は乗りたくありませんでした。エレーナ、彼らが友好的でないのであれば、どちらにしても搭乗するのを躊躇するでしょうね。ステファン、そうですね。私は関わりたくないですね。もし船が空っぽだったとしても乗らないでしょう。何が起こるかわからないし、すでに何かプログラムされているかもしれませんからね。エレーナ、確実に脱出できることが保証されていなければ乗りたくないですね。ステファン、友好的な船は、とても珍しい形をしていました。宇宙船のような形ではなく、シャトルのような小さなバスのような。エレーナ、誰がこの船を使っていたのですか？ステファン、誰がこの船を使っていたのかはわかりません。彼らは教えてくれませんでした。私の感覚では、友好的な ET のような感じがしました。彼らはそこに浮いていて、誰でも近づけるし、触れることもできました。エレーナ、彼らはあなたが今まで見たことのない、第四の種族ということですか？ステファン、そうですね。彼らを除外したのは、彼らのことを人間は誰も気にしていなかったからです。でも私にはそれはちょっと意外な気がしました。なぜなら、私の感覚では彼らは他のエイリアンより高い技術を持っていたと思うので、彼らの宇宙船は非常に高い技術で非常に覚醒していました。私が近づくと少しだけ動きました。それはちょっと珍しくて、まるで生きているような感じがしました。この宇宙船が誰かわかりませんが、もしかしたら誰かがエリア51に彼らを与えて、活用させたかったのかもしれません。あるいはどこからか捕獲して、奪ってきたのかもしれません。わからないけど、面白いのは彼らは友好的な宇宙船だったということです。エレーナ、彼らは友好的な種族で、捕らえられて連れて来られたのかもしれないと感じたんですね。ステファン、贈り物としてかもしれません。もしこの技術が贈り物だとしたら、それは原子力ではありませんから、それを解明したいと思うでしょう。エレーナ、そうですね。エリア51と、オハイオ州のライトパターソン空軍基地とのつながりについて何か聞いたことはありますか？ステファン、地下トンネルのことを聞きました。実際に列車が行ったり来たりしています。山の中で大勢の人を見かけることがあります。でも彼らは地上には出てきません。どこから来たと思いますか？エレーナ、それが軍の基地や廃棄場などをつなぐ、地下の大きな網ですね。ステファン、そうですね。私が知る限り、エリア51の地下で行われているのは、人体実験ではなく、ほとんどが機械的なことで、武器、エネルギー、デジタルに関連すること、そしてたくさんのコンピューターに関連することです。エレーナ、マインドコントロールデバイスについてはどうですか？ステファン、マインドコントロールデバイスはとても普及していて、オフィスやモジュールではたくさんのロボットのようなものと、人間が一緒に、頭にこれらのおかしな装置をつけていて、機器が常に動いていました。エレーナ、人間が頭にこれらの装置をつけて歩き回っていたのですか？ステファン、歩き回っていたわけではありません。彼らは部屋の中でシステムに接続されていました。そこにはテストや G トレーニング用の遠心分離機がありました。いかがでしょうか？個人的には友好的なエイリアンの宇宙船がすごく気になります。まるで生きているような乗り物、いつか見てみたいですね。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。